本記事では1940年3月から1945年8月にかけて存在した王朝明政権の行政区分を外設する。1940年3月30日、王朝明は新日勢力を集結し、南京市において中華民国国民政府の成立を宣言、紹介席を中心とする国民政府との決別を図った。 この後、日本の敗戦により、政権が崩壊するまで、7章4市を管轄していた。王朝明政権では、省・県の二級制を採用、省を地方行政の最高組織と規定し、国民政府と同様に、主席1名と、委員9から11名のご大下制を採用した。1941年1月に米英に対し、宣戦布告した後は、 戦時体制に移行し、同年1月20日には最高国防会議第2次会議において、行政機構の一本化を進めることとし、合議制の廃止及び、省庁制度の施行を実施することで、行政における責任所在の明確化と効率化が図られた。また、同年1月28日の最高国防会議第3次会議では、秘書所及び民政庁が廃止され政務庁に、 業務統合、5月20日には、清里委員会が廃止されると各省には、行政正し冊子選委員校所が設置された。1941年1月20日の省庁、設置以降、省校所には、民政、財政、建築、教育、公務、知政、衛生局が設置された。大朝明政権の地方行政区画の一つに、河北政務委員会がある。 これは、旧中華民国臨時政府を改編したものであり、地方自治を原則とし、河北地区を統治するものであり、当初は、委員長の大勝都市の下に、内務、財政、治安、教育、実業、建設の各総省及び政務庁、秘書庁が設置された。特別市には、市長のもとに、2から4名の参事、秘書所及び、財政、社会、公務、教育、 警察、経済、衛星の7局が設置された。ありがとうございます。